柳沢慎吾、会見中お暴れで、ぎっくり腰再発、今、無事って言った。俳優の柳沢慎吾、53、が、28日、都内で行われた、レゴシティ・トラックキャラバン記者発表会に出席した。おなじみのモノマネレパートリーで暴れまくっていると、いててて、と絶叫。一週間前に、ぎっくり腰になったと言い、ほとんど治りかけ。と強がってみせたが、小道具の手錠を拾おうとして、そのまま動けなくなり、座ったまま取材対応した。そもそも、一週間前も、前の日、騒ぎすぎて、収録で火がついて、一時間半すごく動いていたら、朝起きたら動けなかったと、暴走によるものだったと、懺悔。冗談か本気かわからない状況に、周囲も大慌てする中、今、グギって言ったもの、癖になっているのか気をつけないと、ちょっとしたことで来ると、反省した。今回、ポリスや消防士など身近なヒーローが活躍する街をテーマにした同シリーズの新キャンペーンが発足。イベントでは約20万ピースのブロックで制作され、巨大なレゴシティのジオラマが積載された4トントラックが登場した。柳沢は取材対応こそ座った状態で行ったが、サービス精神は衰えず、新幹線の通過する音や F1 のサーキットの音など名人芸を披露。最後はレポーターに支えられ、なんとか、立ち上がり、子供たち、大人もこれで遊んで、いい夢見ろよ。また会う日までやばよ。と、腰に手を当てながら去っていった